青くんと9月9日生まれの青くんですね。で、横にいるちょっと大きなお姉ちゃんは、広島から来た月ちゃんです。月ちゃんリラックスね、仲良しになってます。ね、最初来た当初はもうすごいうなってたんですけど、子猫にもバシバシ叩くし、でもやっぱりいつも3日から2週間ぐらいは慣れるまでかかりますとお伝えさせていただいてるんですけど、今日で9日目、やっぱり日にちがある程度経ったら仲良くはなりますね。まあ特にはい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 、よしよしよしね、ゆっちゃん優しいねんな、ゆうゆう。そっか、あおくんはゆうゆうちゃんの赤ちゃんでもないし、つぎちゃんとも親子でもないけど、そうだね、みんな仲良くしてるね。つぎちゃんおっぱい吸った赤ちゃんの分なくなるってば、なくなりますねえ、ゆうゆう。おっぱい吸われたら、よいしょ、つきちゃん。ダメダメ。赤ちゃんの分がなくなるから。な。仲良くだけしとこ。ね。まあ、日にちが経てば、仲良くはなります。でもこれも今、産後で子育て中っていうのもありますね。もういつもの時期だったら、もしかしたらゆうゆうちゃんと月ちゃんは仲良くなってないかもしれません。子育て中っていうのはやっぱり特別です。すごく母性が働いてるので、結構誰でも受け入れができますね。